んにちは、ミッキーです、ドイツよりお届けします。今日は初めての動画配信なので、ちょっと、練習も兼ねて私の作業部屋の紹介をしたいと思います。はい、ここが私の作業部屋です。今まだ出来上がってないので、ただ物は置いてあって、あとマスクを作るためのミシンとその材料があるだけなんですけど、書きかけないとか、ここを私の最適な作業部屋に今から作っていくところです。私のブログを読んでくださっている方はもうご存知だと思うんですが、ドイツでは基本的に家には地下室がついてます。で、これは一戸建ての家だけじゃなくて、マンションを例えば借りたとしてもそれに一部屋地下室がついてるんですね。で、ここを、一戸建ての場合は1階の面積と同じ広さの地下室がついてるので結構広くて、この大きい部屋が2つと、この小さいお部屋と、あと食料庫と洗濯機置き場、洗濯物干し置き場、とそうですね、配線とかそういう部屋で結構広いんですよね。で、夏もここは涼しいので、今ここ数年ね、ドイツもすごく夏が暑くなって40度近くなったりしてるんですけど、そういう時もこの地下で涼しく過ごせます。あんまり長くいるとね、夏でも寒くなっちゃうぐらいなんですよ。で、そうするとまた上に戻って太陽光を浴びて、どうなのしみたいなそんな感じです。これから動画配信していくにあたって、ここ私が住んでるケルン大聖堂のあるケルンだけではなくて、違う町からも送っていけたらいいなと思ってます。それも楽しみにしててください。そして、動画の回数を重ねるごとに私の日本語もまた標準に戻ってくると思うので、それも楽しみにしてください。今ね、話す機会がほとんどないんで、日本語ね、話す機会がほとんどないんで、なんか日本語の乱れとかイントネーションが変だったりとか、もうそんなことだらけなんですけど、久しぶりに日本語を人と話すとめっちゃ緊張しちゃったりとかねそれも多分動画配信重ねていくと、また普通に戻ってくると思うので、その辺は、ご了承ください。あとお楽しみに、いつか流暢な日本語になります。ではまた次回の配信を楽しみにしててください。またねー。